はいどうもアスナです。今回はガチャをねやっていきたいと思います。で、今日から始まりました、覇者の塔ミダ天のベロニックと覇者の塔、これが始まりました。で今回からはねこれのガチャが重要になってくる。で、まあ今回からはまあこのイベントをやっていくとまあこのまあこれを見ればわかるかな。まあアイテムが手に入るわけなんですけど、ミネット勲章、これを、集めることによって、ガチャを回せるという感じになっております。で1回目が、1個2回目2個3回目3個4回目4個で5回目以降は5個という感じでございます。で、まあね、まあ石でもできると、石でも同じような感じなんですね。まあ、これを見るとわかるんですけども、まあ、一回引いたんですけどね。デイリーミッションのあれが欲しくて。ね、で、まあ、一回目からね、撮影してない時に、一回引いてね、しょっぱなにね、SSR 出たらどうしようとかってね、考えて引いたわけなんですけども、まあ、案の定そんな心配もいらず、レアでございました。はい、ということでね、まあ、今回はね、まあ、そのうち、まあ、ガチャから出てくるのは60枚、60枚パックの中から、1枚ずつ引いていくっていう感じなんでございます。で、中にはね、SSR が4枚、SR が16枚、レア40枚という感じで、その、まあ、SSR が4枚入ってると。で、まあね、イベントキャラこの、ベロニク。ね、ランページ持ちでございます。まあ、突のね。まあいいよね、ランページ。まあ、前回もね、まあ、ミネットが出るときにが、新イベントとしてこの覇者の塔がね、始まったわけなんですけど、ミネットもね、全然使えるキャラで今重宝してるんでね、まあ、騎士団戦動画でも言いましたけど、まあ、今回このイベントもね、やはりいいキャラがイベントキャラなんじゃないでしょうか。ということで、まあ、リセットをすればね、まあ、こんな感じで、まあ、イベントキャラと3体、ランダムでね、するんですよ。するんですよって言っても意味わかんないと思うんだけど、リセットするとこうやってね、ランダムでだんだんこう、選ばれるわけですよ。で、まあ、自分の欲しいキャラ、まあ、イベントキャラ必ず1枚ね、いるんですけど、その残り3体、まあ、自分の持ってるキャラをとつらせたいという時には、こうやってね、ランダムにセットしてね、こう、うまい具合に、こう、この3体がね、自分の嫁ぎたいキャラだったらハイにしてね、で、引き直せると。だから早めにね、SSR4 体出したら、まあ、リセットしてね、また新たな SSR4 枚導入されてガチャを引けるというわけでございます。ということで、まあね、今回このガチャをやっていくわけなんですよ。でね、騎士団ログ何？騎士団ログをね、見るとね、みんなさんね、よく引いてる。引いてるよ、すごい。みんな引いてるんだ、結構。早めに。もう結構出てるよね。羨ましい限りでございます。で私はね、この、イベント苦手なんだよね。なかなか出ないんだ。こういうのに限って。あ、間違い、間違い。これはいいや。で、今回からは、ハード。イベントの方はね、ハードができるようになりました。まあ、獲得個数がね、ミネット勲章の獲得個数が多くなってると。こんな感じで。B ランクで24個、ハードのね。で、私はね、殲滅キャラがね、育ってませんので、なかなか厳しい。ギリギリこのハードの C ランクがクリアできるくらいかなっていう感じで、ここで周回しております。
じゃあガチャやっていきましょうか。長々と喋ってもしょうがない。ということでね、やっていきましょう。で、まあ、アーロンとラクロワが欲しかったんですけど、アーロンが出てきた時にね、その下の2体がね、どうもいらないのしか出なくてですね、何十回もリセットしたんですけど、まあ、なかなかいいアーロンといい組み合わせがなかったので、とりあえず持ってるキャラで訪れるのが、友人とジャンヌがいたんでね、とりあえずこれで回してみたいと思います。まあ、おそらくイベントキャラが出たらリセットすると思います。ね、まあ、友人、まあ、とりあえずどれかしら1枚、まあ、これと抜かして、この3枚どれか出ればラッキーかなと、イベントキャラが出るまでにね。そういう感じでやっていきます。とりあえずやっていきますよ。とりあえずね、早めに出してほしい。とりあえず今日は初日なので、まあ、結構ね。はい、ダメ。とりあえずね、ガンガン回していきたいと思います。とりあえずミネット勲章全部使い切るよ。はい、どんどん回していくよ。ダメな演出だったらもう飛ばしていく。出ないですね。全然出ないですね。さあ、今のところで5枚引いたことになってますけども、60分の55、そのうち55枚、違う、60分の55はおかしいな。55分の4で SSR が出る。今のところ出ません。こんな引きは私には持ってないのかなって。やっぱ10連じゃなきゃダメなのかなっていう感じだけどね。はい、全然出ない。全然出ない。よし、ちょっと流れを変えよう。ちょっと流れを変えよう。さあ、残り10回。そうそうね、1枚くらい出てくれてもいいんじゃないかな。熱くはないね、ミネ。やばいね、流れ的にまずい。あ、10回引いたらね、記憶はもらえるんだ。よし、ちょっと流れを変えよう、もう1回。やばくない？引けないよ。みんなどうしてそんな引けたの？出る気がしないんだけど。SR はよく出る。SR はよく出る。48分の4、確率的には12分の1。もう12回は引いてんだけど、あ、金来たけど、出ないね。どうしたんでしょうね、今のね。まずいね。今日は出ない感じがする。はい、出ない。はい、出ない。じゃあラスト2回。ラスト2回になってしまった。ちょっと流れを変えてね、戻ってみましたけども、さあ、残り2回だよ。出ない。出ない。悲しさしかない。はい、1回も出なかった。石ではね、回したくないんだよね。新章ガチャのために残しておきたいところなんだけど、やっぱりちょっと回したくなっちゃうよね。とりあえず20回まで回してみようか。あー、出た、やっと出た。あ、友人。まあいいか。いいね。石の力だったわ。ミネット勲章じゃなくて石の力だった。まあとりあえずね、一つできますよ。ということで、まあ、キリがいい感じで20回までにしたいと思います。ということで、今日はね、これ、ここでもう一回出したら素晴らしい引きだよ。残念かな。はい、残念ですね。記憶がまあもらえたという感じでね。まあこんな感じで、まだ初日なんでね、まあ16日の3時まで。はい、という感じでこんな引きでございます。皆さん、一段の皆さんよく引けたね。俺も20回引いた。まあ、こんな感じですよ。ね、私の引きはこんなもん。他のガチャのやつが引きよかったね。これだけはね、ちょっと苦手なんですよ。まあ、とりあえず、友人は出たのは良かったかな。まあ、とりあえずイベントキャラさえ出てくれればいい。と言いつつね、残り40枚のうちギリギリになってベロニク出てくるっていうパターンもありますので、できれば早めに出てほしい。ということで、まあ、短いですけどもね、今回はガチャ枠ということで、今回の覇者の塔、初日、1日目ですね。ガチャを引いてみました。またね、明日以降もイベントはありますんで、またね、溜まったらガチャを引いていきたいと思います。それでは、
最後までご視聴いただきありがとうございました。アスナでした。それでは、また。